midnight, wasted, friends all around, faded, like we've got nothing to lose. はい、星野です。こんにちは。本日レイトショーで、アリータバトルエンジェルを鑑賞しに来ました。アリータバトルエンジェルは20年の時を経てジェームス・キャメロンがですね指揮をして、やっとのことで上映したというこちらの僕が「ターミネーター2」を見た後にジェームス・キャメロンがガンムっていう日本の木下岸郎由紀とか名前ちょっと覚えてないけど岸郎由紀人さんっていう人の原作の「ガンム」っていうコミックをですね、実写化するという話をしていました。でこの「ガンム」っていうコミックは実際子供の頃にですね、20年20歳ぐらいか喫茶店かどっかでちょっと読んだことあるんだけども、このアニメを映画化したということで、コアなですねファンではないですけれども、僕が見てどういうふうに鑑賞したか、どういうふうに思ったか、面白かったかどうかっていうのを後でレビューしていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは行ってきます。はい、無事にアリータバトルエンジェルを鑑賞してきたんで、そいつのレビューをさせていただきたいと思います。ちょっと今日お酒が入ってるんで、若干口がろれつが回らないんですけども、頑張ってレビューして、そのままシャッと編集してですね、映画レビュー上げたいと思いますんで、どうぞチャンネル登録をした上で最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。で、前半は、このアリータバトルエンジェル、劇場に行って鑑賞したい方のために、行きたがるさをもっと倍増するような楽しい、期待感あふれるレビューとさせていただき、後半はこの映画を見て、もうネタバレ、します。ネタバレ全開で感じたことを正直にレビューしていきたいと思いますんで、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。では行きましょう。まず、アリータバトルエンジェル。こちらはですね、原作ガンムっていう作品がありまして、あっくんは全部見てるみたい。僕の大好きあっくんはガンムっていう作品も全部見てるみたいなんだけども、これガンムはですね、ビジネスジャンプで1990年から95年にかけて、連載した SF コミックなんですね。ディストピア。理想郷とは真逆のですね、このディストピア、荒廃した未来を描いた SF コミックガンムは、その頃の、ちょっと未来を先取ったコミックということで、大変人気が出た作品だと思います。で、この作品をですね、僕の大好き人間国宝のギレルモ・デルトロ監督が、日本のサブカルチャーを愛しているギレルモ・デルトロ監督がですね、ジェームズ・キャメロンに20年前に紹介したところから、このアリータバトルエンジェルの、劇場公開実写版のですね、お話は出てたんです。なので、多分僕若い20歳、20年前だと20歳だよね。20歳ちょっとなんで、多分 T2 とかその頃、ジェームス・キャメロン全盛期に、ガンムっていう作品を実写化するっていう話があったんですよ。ただ、そのまんま、ないまま今現在に至って、やっとのこと、劇場公開になるわけじゃない。すんげえ期待感あふれてるわけ。そのディストピアの世界があって、その世界をどんな風にジェームス・キャメロンは描いていくのか。アバターの監督で知られるジェームス・キャメロンは SF を CG と交えて映像で見せるってこと多分大変得意だと思うんですよ。しかも、ピンチから切り抜けるアタックっていう、このピンチ成功っていうこのテンポの速いターミネーターにもありますけども、繰り返し訪れるもう心の動揺感というか、劇場で見ててこう、うわーっていう感じの撮り方をうまい監督さんなんですね。ただ、今回はジェームス・キャメロンは監修で、この作品の監督を手掛けるのはロバート・ロドリゲス。スパイ・キッズとか、そういう作品をやってる監督なんだけども、エル・マリアッチとかあの辺もそうだっけ、ちょっとごめん、タイトル今酔ってるんでわかんないんですけども、ロバート・ロドリゲス監督で、ジェームス・キャメロン。ただ、この映画はジェームス・キャメロンが自分の娘を投影して撮ったって言われるほど期待感あふれる映画なんで、僕は劇場に行く前からこう期待してるわけですよ。そんな感じでですね、本日のレビュー前半はネタバレなしでお話しさせていただこうと思います。で、簡単にこの、ガンム、アリータバトルエンジェルっていう作品を全く知らない方、テレビで今ほらさ、結構予告編流れてるんで、皆さん知ってると思うんですけれども、実際に知らない人にあらすじを簡単にちょっとお話しさせていただきますんで、この辺ちょっと長回しでよろしくお願いいたします。天空に浮かぶユートピア都市ザレム。これ天空都市ね。天空都市ザレムと、ザレムから排出された廃棄物が、粉砕して山をなす荒廃したクズ鉄町、アイアンシティ。ザレムとアイアンシティっていう、まるでエリジウムって映画を彷彿とさせる天空都市、空中都市と、荒廃した都市、ザレムと、アイアンシティっていう街があるんですね。大戦後の未来は支配するものと支配されるものの2つの世界に分断されていた。アイアンシティに暮らす栽培師の井戸、クズ鉄の山から少女の頭部を発見して拾い上げる。彼女はなんと300年前のサイボーグだった。奇跡的に脳は生きていたものの、長い休眠状態により過去の記憶を失っている。井戸によって新しい機械の体を手に入れたそのサイボーグの少女はアリータという名を名付けられ、井戸のもとに大切に育てられる。ある日、アリータは襲ってきた敵から井戸を守るため、戦った際に自分の中にコントロールできないほどの戦闘能力があることに気づいてしまうんです。実はアリータ、彼女はですね、300年前に大戦中に失われたテクノロジーで作られた最終兵器だったんです。果たしてアリータと分断された世界の過去に隠された秘密とは。人々の温かさに触れ、感情が芽生え始めた心を持ったサイボーグの少女アリータは、自分の命の意味を見つけるため、そして大切な人を守るため、2つに分断された世界の秩序に立ち向かう。これホームページより抜粋させていただきましたお話なんですけれども、要するにアリータっていうですね、名前もなきクズ鉄の山、この世界には空中都市ってもザレムっていうその空中に浮かんでる都市があるんですよ。これが支配する者が住んでる場所。で、アイアンシーっていうその空中都市から落とされたゴミくずの山でできてる町がアイアンシティ、くず鉄の町なんですね。そのゴミ捨て場で井戸っていう、この博士はですね、町の人たち、腕がない人や足がない人、その町にはサイボーグの体を持ってる人がただ住んでるんです。例えば腕がなくて、その腕をですね、サイボーグ化して使えるようにしたり、また足がない、体が全体がない。それをゴミくずの山からその部品をかき集めて、無償ですよね。優しさで井戸っていうこの博士というか医師はですね、そこに住んでる人たちの体を治して、生活をしてるというか。で、お礼にこうみかんもらったり、やっぱみんなお金ないんですよ。貧乏の町なんだけども、それがうまく成り立ってる町なんですね。で、ディストピアの世界が好きな人は、なんていうの、北斗の拳の世界とか、ちょっと未来の荒廃した世界で、その街に織りなす、機械的な街、未来なんだけども、ちょっと古臭い。最先端の技術があるんだけども、貧乏臭いっていう街並み、その映像、スター・ウォーズのこのスラム街のような、そんな感じの世界が好きな人は、このシーンね、結構のめり込んでいくと思うんですよ。ただ、そのゴミ捨ての山から、まず、少女の頭を見つけるんです。ゴミをいっぱい探してる。ロボットの目玉を取ったり、手を取ったり、部品を取ったりしてる中で、ゴミの中に一風変わった光り輝く少女の顔を発見するんです。博士はですね、その少女の頭部を持ち上げて調べたところ、その少女の頭部、ゴミ捨ての中に捨てられてる、女の子のロボットの脳はなんと生きているんです。その生きている脳を持っている少女の残骸ですね。もう顔だけしかないよね。顔と体半分このくらいしかない少女のそのロボットを見つけた博士は、自分のその病院に連れ帰って治してあげるんです。奥からですね、その下半身、腕から下の全ての体を持ってきて、その少女につけてあげる。それはちょっとタトゥーの入ったような、象牙でできてる。なんて言ったらいいんだろうね。不思議な材質でできてる体なんだけども、なんかすごい意味ありげなシーンなのね。で、その体を持った少女、目覚める。目がすごい大きいんですよ。CM 見てる人だとも分かる通り、僕は最初 CM 見た時にこれ目ちょっとでかくね、キモくないっていう感じで思ったんだけども、目にも意味があるんです。で、その少女は起きてこう自分の顔をこう触ってさ、寝起きだからこう触るじゃない。そうすると自分に手があることにびっくりする。また足があることにびっくりする。もうその子の体はなかったんです。だけどもまるでその日に生まれたかのように、まるで赤ちゃんが子鹿が生まれたかのように、うまく歩けない体をもとにそっとりそっとりと鏡に近づく自分。自分の体をこう鏡に映しながら、なんて美しい体を手に入れたんだろう。喜びとともにその目にあふれる目の眼球の大きさっていうものは、この映画ね、なんで目を大きくしたか、まあ日本のコミックに近づけたっていうのもあると思うんだけども、その眼球の目の大きさっていうものは、その映画の中でその少女の成長過程で喜びを覚えたり悲しみを覚えたりっていうものをうまく表現することを目で表現してると僕はちょっと思ったんですね。で、一応その少女アリータっていう名前、一気に飛びますけども、博士からアリータっていう名前を付けられて、その町で博士と一緒にちょっと生きていくことになるんですよ。例えば街中では友達ができたり、ちょっと好きな男の人ができたり、またワンちゃんと出会ったり、そんな日常生活の切り抜きを前半は描いていくもんだから、僕は結構ね、最初の方はのめり込んでいったのね。こういう世界もあるんだな、原作読んでないけどわかるかなっていう感じで。ただちょっと否めないのは、こう早送りでさ、例えば本ってもう1995年に完結してるから9巻らしいんですよ。ただその9巻の本を一作にまとめると凝縮するわけじゃない。だから断片的にすげえ早回しになってる感じはしたのね。原作読んでないけど。だけどその辺は映画だから面白くて楽しければいいかなと思って前半は見てました。で、少年なんでヒューゴっていう男の人が出てくるんだけども、このヒューゴとアリータ、ヒューゴは普通の本当人間の生身の体をしてるんだけども、このヒューゴも空中都市のそのザレムに行きたいっていう夢がある。で、アリータは自分の記憶がない。ゴミ捨て場に置かれていた時から脳は生きてるけど過去の記憶が全くないんですね。その過去の記憶を探す旅でもあるっていう今作は、映画の冒頭から僕はですね、これがしっかり完結していって最後に度肝を抜かれる完結になったら最高の映画じゃないかっていうところまで来ている。そんな素晴らしい映像と素晴らしいアクションが織りなすこの「アリータバトルエンジェル」って映画は、SF 好きな方、また昔のコミックが好きな方、アニメ好きな方、漫画好きな方はぜひですね、劇場で迫力ある映像を見ていただきたいと思います。決して子供だましではなく、ちょっと大人びたシーンもあるし、実際にその出てくるサイボーグたち、例えばザパンっていうサイボーグは、これその世界にはさ、ハンターみたいな感じで仕事を請け負って悪いやつを倒すっていう、そのサイボーグの体を持ったやつらがいるんだけども、いろいろなやつが出てくるんですよ。用心棒的なやつ、また犬のサイボーグを連れてるおっさんとか、またこうなんて言うんだろうね、体がすげえでっかいさ、全身もうそのアニメに出てくるこんなの人間じゃないじゃんっていうようなサイボーグ。ただ顔は人間の顔をしてるもんだから、個々に喋り合ったりとかできるわけです。で、最初のシーンから最初こう一応サスペンス的な要素もあって、博士のその行動とかさ、そのアリータの行動、その世界のこう人たちの行動っていうものをうまい感じに最初の前半30分ぐらい描いてくるのね。だから結構面白くできてる感じなんだな、さすがジェームズ・キャメロンとロバート・ロドリゲスだなっていう感じで見ました。で、実際にローラーボールみたいなさゲームシーン、このローラースケートを履いてその試合みたいなのがあって、その試合に勝って優勝者はそのザネムっていう空中都市に行けるっていう設定もあるんだけども、それにアリータが出場していくっていう大きな目標もあるし、その影でさこう水面下でうごめいてる悪の心っていうものもあって、なんでアリータがこう戦っていくのか、襲われていくのか、どうなっていくのかっていうのがこっから先見えていくんだなっていうのを前半から通して、これ原作を読んでいなくても楽しめる作品だと僕はですね、前半は思って見ていました。なのでこの作品をCM を見て楽しみにしている方はぜひですね、劇場公開に行ってみて自分の目で確かめてみたら良いと思います。SF 作品、ターミネーター2とかさ、俺大好きなのね。ジェームズ・キャメロンの作品、アバターも結構評価低いんだけども、何気に楽しめたんですよ。あの世界観が好きだし、モンスターハンターワールド的なさ、なんつうの、ジャングルなんだけど、宇宙なんだけど、まあ、エイリアン2にかぶるようなその設定、パワーローダーみたいなのも出てきて戦うっていう、その設定が結構好きなんですよ。その銃器が出てきたり、武器が出てきたり、改造された体を持ってサイボーグと戦う。まるで昔のコミック、映画を見ているような、まあ、そうなんだっけ、コブラとか好きな人大好きかもしれない。コブラってサイコガンを持ってるコブラね。だからアワチョとか多分大好きだと思うんだけど、そんな方はですね、今すぐ劇場に行って、このアリータバトルエンジェルを鑑賞してきてみたら良いと思います。はい。ここまでが僕が勧めるですね、アリータバトルエンジェル。まあ CG もすごい。映像もすごい。アクションシーンのテンポもすごい。ローラーゲームみたいなスポーツのスピード感あふれるアクションが好きな人は、このアリータバトルエンジェルを見ることですごい楽しめると思います。なおかつ、だって1800円で同じ映画でつまんないのを見るより、こんな作品お金かかった映画を見るならばお得じゃないですか。なので、ぜひ劇場に行ってみた方が良いと思います。ここまでが前半のレビューとさせていただきます。で、ここからはですね、後半のレビューになるんだけども、こっから若干のネタバレを含めたお話、まあもしかしたら前回ネタバレレビューにしてしまうと思うんで、まだ劇場公開に見に行って行けてない方は、こっから先はぜひですね、劇場公開した後に見ていただけると、嬉しいと思います。まずですね、この作品は、まあ、少女から大人へ変わるこのアリータっていうさ、このサイボーグが少女から大人に変わる姿っていうのを描いてる。ジェームス・キャメロンは自分の娘を投影して、少女から大人になってくる娘ってものを投影して、このガムっていう原作の作品をもとにこの映画を撮ってるんだと思うんですけれども、はい、いくよ。まあ、原作読んでない俺が悪いのか、でもさ、原作読んでなくても映像を見てみたいって思うじゃない。ただ20年前のおっさんたちに向けての映画を作ってたら、やっぱり原作を読んでない方が悪いのか。でも原作読んでなくても原作が完結してるわけじゃない。そしたらもうちょっと面白くというか、あ、言っちゃった。ごめんなさい。はい。このアリータバトルエンジェルですね。まず、天空、まあ空中城ね。空中城とこのザレムとアイアンシティっていう世界があるじゃない。で、実際にこのアリータはその、まあ、支配する側と支配される側の世界をぶち壊す救世主になるようなストーリーだと、ちょっと俺の中では頭の中で思ってたんですね。その空中都市が出てるわけです。最初から出てるわけですよ。空に浮かぶ空中都市を見上げる、まあ、下の世界の人たちね。で、その世界、映画の中でいつ行くんだろう。いつか行くじゃない。だって映画の中で空中都市に行かないと、それが目標の物語でもあって、まあ少女の成長っていうのを描いてるものでもあるんだけど、映画終わった瞬間の感想。空中都市行かねえのかよって思う。行かないのと思って、一回も出ないのみたいな。空中都市に行ってないんですよ。空中都市も出てこない。で、また、アリータが、そのさ、自分の過去の記憶がない。ね。過去の記憶がないんですよ。で、戦ってる最中、その本能のままに戦ってる最中に過去の記憶を思い出してくる。断片的に、例えば、本物の敵はこいつだみたいな根性を教え込まれてるシーンもあるし、過去に戦ってるシーンっていうのもあるんですよ。それで断片的に思い出していくんだけども、最終的に、映画見終わったと、ちょっと、俺自身がバカなのかなと思ったんだけど、アリータ、何のために戦ってるの？何のためにその空中都市に攻め入ったの？みたいな、その、過去にも、その、アリータっていう、そのさ、300年前の、その最強兵器のアリータは、なぜがゆえにそんなに強くて、その空中都市に行かなくてはいけなかったのか。なんで最初のゴミの山に落ちて捨てられていたのか。その全ての謎っていうものが解明されないままですね、終わるのってある？ないでしょ。例えばさ、今、現在進行形で、例えばほら、その、なんつうの？あれです、コミックでやってる、そう、ウォーキングデッド。あれコミックでウォーキングデッド続けていきながらドラムもやってるから、コミックとただ違う部分があるけど、初めて見る人にもコミック読んでない人にも楽しめるようにできてるじゃない。なので実際に怒ったり、あ、ここいいねと思ったりするシーンってあるんだけども、コミックがもう完結してるものだったら、これから初めてその映画を劇場に行って見る方のために一つのさ、これシリーズ化して、例えば1、2、3バトルエンジェル、アリータ1、アリータ2ってできていくのは多分分かると思うのね。ジェームス・カンのこの1、2、3作ると思いますよ。作ると思うんですけれども、1である程度の謎ってものが、謎まではいかなくても、こうさ、すげえいいとこで終わるとかっていう話でもないんですよ。なんかこう、淡々とこう、アリータが成長していきながら、ローラーゲームみたいなその大会に出るのにもかかわらず途中で抜け出しちゃうみたいな、そんななんか中途半端なまま、で、出てくるサイボーグも、中途半端なんですよ。だから、すごいいい人も出てくるのね。ちょっと居酒屋みたいな、なんつうの、バーみたいなところで、こう募って、敵のね、グリュシュカっていう、すげえ体がでっかい、その CM 出てくる鍵爪のさ、敵をさ、みんなで一緒に倒そうぜみたいなシーンがあるのよ。で、そこには、用心棒的な敵もいたりとか、みんなハンターなわけですよ。もう、裏社会で生きてるハンターたちに、私が勝ったら私の味方について一緒にその悪いやつを倒そう的な話になるんだけど、ただ単にそこでさ、こうバーってこうアクションシーンになって、その後結果どうなのっていうと、ワンコを連れてた、サイボーグの人だけ降りてきたけど、結局でもそのシーンもさ、普通だったらこう胸熱くなるシーンを撮ってるはずなんだけども、その胸熱くなるシーンで終わってない。あ、出てきたのね、そうなんだ、あ、それだけの理由なのっていう感じで終わるっていうのがもったいないんですよ。ジェームス・キャメロンの作り方っていうのは、一つ一つのシーンで昔だったら意味のある行動ができたはずなんですよ。例えば言えないから、ネタバレなしだね、これね、言ってないから、あるシーンで出てくる人っていうのも、これが元にこうなって熱くなる展開ってあるじゃない。例えばそこで音楽を流す感じがすごい良かったりとか、登場の仕方が良かったりとかっていうものがないんですよね。結構映画の 70%80% を占めるのって僕音楽だと思ってるんですけども、その素晴らしい音楽とともに感動できるシーンが途中でこう作られていくんだったら、俺はやっぱり有田バトルエンジェル、謎が解明されなくても全然 OK なんですよ。で、この「アリータバトルエンジェル」のこれ序章に過ぎない作品、原作9巻まであって、本当の序章の序章らしいんですよ。このコミック読んでる人に言わせてみれば。なので全く展開がわからないまま、何のためにそこの世界ができてるのかっていうのも、だって空中都市とさ、アイアンシティって分かれてる理由さえも分かんないし、他にも空中都市いっぱいあったらしいんですよ。なおかつ一つだけ残ってる空中都市があって、その謎っていうものをコミックはこう来てても、次見たいなっていう気持ちになるのって、その世界観があって、それが分かってる上で次見たいっていう風になるじゃないですか。だからストーリー性がすごい良くて、この後どういう展開でアリータは空中都市に行くことになるのみたいな。空中都市出てこなくてもいいんです。だけども、行く理由っていうものがただ単に昔の過去の記憶をもとに行くっていう、漠然とした何かを求めてる。だからこれ、多分、惚れ込んだジェームズ・キャメロンがコミックに惚れ込んでるわけじゃない。だけど俺はね、原作読んでないからコミックには惚れ込んでないんですよ。なのでもう見た前提で作ってるような気がしてならなかったんですよね。なのでその辺がちょっと残念だなと思った、この「アニータバトルエンジェル」っていう作品でしたね。ただ見終わったにほんと DVD ブルーレイ出たらもう一回ぐらい見たいなっていう、映像美というか、CGSF 大好きな人だったらやっぱり面白いですよ。本当ちょっとディスっちゃいましたけども、映像的には戦い方だとかさ、なんつうんだろう、クンフーみたいなのを使った、このなんかある、名前しちゃった。俺パンフレット買わなかったんで、わかんないんだけども、そのアリータが使うこのカンフーみたいな、その戦闘術。で、ロールプレイング的な、この、あるんですよ。その体がどんどん強くなるみたいな感じもあるので、そういう世界観が好きで、アニメが好きな人で、CG 映画が好きな人で、ジェームズ・キャメロンとかそういうディストピア的なそういう世界が好きな人は、ぜひですね、劇場に行った方が良いと思います。で、実際に僕は、まあ、映画自体は良かった、面白かった、アクションシーンもあるし、ただ単に頭空っぽにして、うわ、すっげえなーみたいな感じで。すんげえなーみたいな感じで見るんだったらすげえ楽しめる作品なんだけども、ストーリー性を楽しんで、この後展開がどんな風になっていくんだろうっていう、この深いところまで楽しむ感じになっちゃうと、何を見に来てるんだっていう感覚にですね、ちょっと陥ってしまったっていう、はい、感覚になります。ではですね、この本日アリータバトルエンジェルの、感想レビューはこの辺とさせていただいて、ちょっとごめんなさい、本当に生ビール2杯3杯、生ビール3杯と、黒酢サワー大ジョッキで2杯、社長からお裾分けでいただいたみかんのサワーを飲んでるんで、結構酔っ払った状態でレビューさせていただいちゃってたんで、ろれつがですね、うまく回ってないんで、本当申し訳ありません。で、実際にこの映画、まあ、鑑賞しに行く方多いと思います。で、僕の楽しみにしているレビュー。シネマジャックの杉浦さん、聞きたいでしょうね。泰然さん、どんな感じで見ていただくのか、見たいでしょうね。で、アワチャが映画館に行ったら、まあ、アワチャも原作読んでないみたいなんですよ。なので、ライブ配信でこのアリータのレビューを一緒にですね、音声入れながら配信するっていうのも面白いかもしれませんから、まあ、ちょっとさ、こういう、面白かったっていう人がいる映画と、こう、すげえダメだよっていう人が、ね、感想レビューがある映画って評価ってすげえ難しいけど面白いじゃない。だからちょっとこの作品何回かに分けてですねお話ししていけたら良いと思うんで、どうぞよろしくお願いいたします。ではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録、高評価、コメント、はい、よろしくお願いいたします。それでは、編集できるかな、頑張って編集していきたいと思いますんで、最後までご視聴ありがとうございました。では。